シルエットをご用意しました。なんと身長は183センチ、私158センチですので、25センチ差あります。そして年齢は18歳、この春、女性ですよね。女性です。旭ヶ丘高校を卒業したばかりの女性選手なんですね。そんな彼女が出場する競技はこちらです。じゃん、金メダル目指しますよ。ボートなんだ。ボートなんですけれども、女子ボート一人乗りは日本人としては初めての出場なんですね。彼女は歴史を作りますね。そうなんです、期待の星ですよね。そうなんです、そんな期待の星、彼女の強さの秘訣を取材してきました。ボート競技のこの女性、一体どんな選手なのでしょうか。同じくロンドンオリンピックに出場する先輩のボート選手に話を聞きました。今の日本女子にはない体格で羨ましいなとすごく思う体格ですし、日本のボート界にとっても彼女自身はもう宝になるんだろうなと思います。こちらが日本ボート界期待の新星、榊原春奈選手。その強さの秘密を直撃しました。はじめまして、中京テレビ鈴木と申します。榊原春奈です。よろしくお願いします。榊原選手、はい、大きいですね。そうなんです。身長何センチ。183センチです。私158、あ、そうなんですけれども、はい、25センチ差ですか。見下ろされてる。榊原選手の強さの秘密、その1、日本人離れした体の大きさ。両腕を広げると私とこんなにも差があります。つまり一漕ぎでボートが進む距離が大きいということなんです。有利なんですね。小さい頃からボートをやっていらっしゃったんですか。いや、高校から始めて。え、高校からなんですか。はい。え、じゃあそれまでは何をやってたの。でも中学の時は合唱部で。合唱部。はい。合唱部から一転、ボートの競技歴はわずか3年余り。そもそもなぜボートを始めたのでしょうか。まあ、両親がやっていたので、もともとその競技自体は知っていたというか、なんで一応馴染みのあるものだったので。榊原選手の強さの秘密、その2、受け継がれる遺伝子。実は両親ともに世界大会に出場したこともある一流のボート選手だったのです。しかしお父さんもお母さんも榊原選手にボートを押し付けるようなことはしませんでした。そんな中で榊原選手は高校入学とともに自らボートの世界に飛び込んだのです。その時のことをお母さんに聞いてみると、意外でしたね。はい、運動が得意な子ではなかったのでやっていけるのかなと思いました。ほんのちょっとしたことで骨折したりとかする子だったので。幼い頃から運動が苦手で体も強くなかった榊原選手、飛躍の鍵は性格にあると言います。いろんなことをこう、楽しくこなせちゃうっていうところがありました。榊原選手の強さの秘密、その3、大変なことでも楽しくこなす。その性格で勉強もコツコツ頑張り、愛知県内トップクラスの進学校、旭ヶ丘高校にも入学しました。榊原選手と練習を共にしたボート部の後輩にも聞いてきました。中川運河にやってきました。いらっしゃいますよ。おはようございます。おはようございます。すいません、春菜先輩のどういうところがすごいって覚えてますか。とりあえずなんかその鈍感力みたいなのが結構すごくて、その普通だったら辛いって思ったら辛いって思っちゃうじゃないですか。それがなんか辛いってあんま思わないんじゃないのかなって、本人は結構辛いとか言ってるんですけど。過酷なボートの練習を黙々と
黙々とこなすことができる榊原選手。実は競技用のボートは人が乗って水に浮くだけでも難しかったのです。それにしても遅いんですけれど、これ乗るんですよね。もう30センチぐらいだったりして、もう自分の腰幅よりも狭い時もあるぐらいとは言いながらも、皆さんスイスイとこのように進んでいます。高校生にできるのなら私でも。ちなみに私、剣道初段、フィギュアスケートは3級と運動神経にはちょっと自信があります。バランス感覚優れてるんですね。はい、ポイントはボールを水面から出さないことです。挑戦しました。出てる、出てる、出てる。ボール離しちゃダメです。離しちゃダメです。そうなんです。初めて自転車を乗った時と同じで、じっとしているだけでもこうグラグラと倒れてしまうんですね。難しそう。難しいんじゃない。そう、神経は本当にいい方です。これが実際乗ってみると簡単そうに見えるんですけれど、とっても難しいんですよ。集中力も必要ですよね。ボールが重そうだから、まず水の流れに力が取られてしまって、その中でこう全身を使ってバランスを取ってから初めて漕げるので、相当な体力があるとスイスイ簡単にはいかないんですね。じゃあ榊原選手も落ちたこともあるんですかね。何度も何度も私以上に落ちたと先生がおっしゃっていました。それでもね、ちゃんと練習を続けてたってことですね。まあ、持って明るい性格ということで地元の皆さんからも愛されていて、この川からオリンピック選手が出るなんて本当に誇りだ、嬉しいですと皆さん喜んでいました。はい、そんな榊原選手の最初の試合は日本時間の今月28日の夜9時20分の予定です。はい、みんなで応援しましょう。はい、以上キャッチ的ロンドンでした。はい。